今日なんですけどね、僕皆さんにサブウェイの美味しい食べ方というかトッピングも含めというか、寮松本的おすすめをちょっとシェアハピしたいなと思います。ですね、というのも最近僕ね、サブウェイにちょっとハマってまして、ちょくちょく行くようになってきたんですよ。というのもね、というのもとあれですけど、もうなんかね、昼飯がさ、もうなんかネタ切れになってくるんですよ。正直な話ね。で、毎日どうしようかなって、まあ食べない時もあるし、ね、コンビニで適当に済ます時もあるし、どっかタメ行く時もあるし、まあ様々なんですけど、なんかもう記憶に残らないような昼飯食うんだったら、もうなんなら食わない方がいいし、でもなんか空腹でそれがストレスになったら、もうなんか適当ななんかでいいやんと、もう記憶にもなんか残んないくていいから、パッと食えて、そんな高くなくて、でなおかつ体にもまあ良さげなものがいいなと思ったら、なんかサブウェイめっちゃいいやんっていう結論になったんです、僕の中で。別にサブウェイ食った記憶なんて俺明日になって忘れてもどうでもいいじゃないですか、こんなもんね。だからなんかサブウェイちょうどええなっていうのが僕の中の今の中で結論で、多分まあ時期飽きるんでしょうけど、で、まあサブウェイを最近よく食べるんですけど、僕の、おすすめの食べ方シェアハピします。ですね、まずは BLT です。僕は基本 BLT しか食いません。僕は BLT にね、トッピングなら何でもできるじゃないですか。 BLT にオニオン抜きます。で、オニオン以外の野菜全部特盛りにしてます。で、なぜオニオン抜くかというと、別に僕オニオン嫌いじゃないんですけど、口の中臭くなるでしょ、オニオンって。だからちょっとお昼だし、ちょっとそれはなんか嫌だなと思ってオニオンは抜いてます。それ以外は特盛りにしてます。で、トッピング無料のアクセント野菜みたいなので、ピクルスとオリーブ入れてます。で、ドレッシングは、素直にシーザーサラダを、のドレッシングをチョイスしてますと。で、ここにですね、皆さんこれ、トッピングとしてこう、はい、こういうものは、これタダでもらってこれます。オイルがあるんですよ。このオイルをかけます、僕は。これオリーブオイルでしょ、どうせ。オリーブオイルだと思うんで。これをですね、このサンドイッチの、隙間からですね、タタタタタタタとも適当にかけます。これで、これがもう私の結論。これは私の結論ですね。はい、結論、これがまあ一番うまいんじゃないか。あとパン忘れた。パンは、セサミでいってます。なんかハニーオーツってのがおすすめらしいんですけど、BLT は。まあ、僕はちょっとあれちょっと甘いなと思って、セサミにして、かつそれをトーストにしてますから。はい。いただきます。うん。うん。うん。やばいね。野菜パンパンだよ。これが一番だな。
うん、このオリーブがいいね。あのね、これで BLT350 円ですか、税抜きかな、まあ、税込みすぎ400円とか400円弱なんですけど、コンビニとかでね、あのサンドイッチ買うよりよっぽどいいですよ。こっちの方が野菜がフレッシュだし、美味しいし、ボリューミーだし。うん。で、あのコンビニのなんてさ、あんな保存料だなんだのいろいろ入ってるでしょ、添加物が。まあ、これに入ってないのかどうかわかんないけど、正直な話、ドレッシングとかだし、このベーコンとかね、うん、まあわかんないけど、まあコンビニのよりいいだろうって思うんですよ。うん、値段もそんな変わんないでしょ、ぶっちゃけ。あのコンビニでサンドイッチ買ったってさ、200レタスサンド240円とかでしょね。であんな1個じゃまあ足りないじゃないですか、普通に考えて。もう1個行こうってなったら、まあ普通に400円くらいするじゃん。絶対こっちの方がいいから。うん、うまっ。こんなんでいいんですよ。うん。これが一番だと思います。うん。何回か通って僕が結論出しましたから。あんまりね、なんかあの注文をつけるのちょっとなんか恥ずかしい気持ちもあるんですけどね。いや、オニオン抜いて特盛りでとか、まあ、でもそこは遠慮なく無料ですから、大盛りも特盛りもプラスの料金かかんないんで。うー、これで午後も頑張れそうだとか言って、もう今4時とかなんですちょっといろいろね、今日はバタバタで、なんかもうちょっと
こんな時間になっちゃいました。食えただけマシです。